open the book. さあ、佐久間選手のミドルからですね。ミドルは距離ですね。距離で決まります。2.05 選手が佐久間選手、そして 2.45 センチということで、佐久間選手の先行のゲームスタート。腕の振りがですね、佐久間選手いいですね。さあ、そして坂口選手。なんかいい感じでね、力みなく坂口選手投げてますね。調子良さそうですね。あれ、反応しましたね。140取ってきました。140。いやいや、バチバチですね、坂口選手。ほんとリラックスして投げれてますね。ちょっと秋葉原でこの状態珍しいよね。さあ、176残り。さあ、そして坂口選手131残り。そして17トリプル。いやー、ライスアレンジ。いやー、点取りアレンジいいですね、坂口選手。20ダブル。しっかり決めたいですね。
いや、いいトライですね。しっかり狙えてるトライですが、決めれず。さあ、1でアレンジして2ダブル。ダブルを決めらないと、決めないと終われない。19から。さあ、もう一度ですね。トライ。1アレンジからの2ダブル。嫌われてます。116残り20、19、20から、そしてもう一本20。さあ、3たびですね。1アレンジからの2ダブル。ここはアレンジ、投げミスですね、投げミス。さあ、佐久間選手がチャンスきましたね。16トリプル入って4ダブル。思い切って狙いたい。さあ、4たびですね。1アレンジからの2ダブル。さあ、ここは思い切って攻めていかないといけません。しっかり攻めましたが、決まらず。佐久間選手にチャンス。決まらず。さあ、1ダブル。4ダブル。2投目、35ダーツ。スティールダーツのね、怖いところですよね。坂口選手、順調に140、100と削っていってたんですが、ダブルが出た時には佐久間選手まだ上がり目が出てなかったんですが、坂口選手それからダブル引っ張ってしまいましたね。なのでスティールダーツは何があるかわからないので、できうるベストを尽くしましょう。はい、
く取って返してきました坂口選手。ナイスアレンジ。105取って170残り。点取りはね、素晴らしい坂口選手。しかしファーストレッグは佐久間選手が取ってますね。ダブルを決めてます。さあ170残り20から、もう一本、もう一本いくのかな。256残り。60で上がり目が出ます。さあこれ20からですね。もう一本20、220残り。20ライン外したくない局面。もう一本、そしてもう一本。ナイスキープで160残りに対して100残り坂口選手。60、そして20ダブル60アレンジまで。ナイスアレンジですね。ここきっちり20ラインでね、しっかり収められるっていうのは素晴らしい。さあ佐久間選手もここ20ライン収めたいですね。もう一本、60絡めれば60残り。坂口選手、さあ今度はねダブルしっかり収めたいですね。相手に回したくない。10ダブル。ここも決まらない。佐久間選手ワンチャンス来ましたね。100残り。60。あ、ダブルダブルで来るんですね。ナイストライ。いや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 、これ坂口選手プレッシャーかかりますね。15ダブル。うわー、うち。そして先ほどからの鬼門の1シングル2ダブル。さあここ。うわー、ダブルが決まらない。佐久間選手にビッグチャンス。20ダブル。10ダブル。決まらず。さあ坂口選手、ここはね3本上から徐々に落としていってほしいですね。いきなり上からね3本あるんで、坂口選手の感覚でですね、感覚が坂口選手いいので
1投目2投目っていう感じで狙ってほしかったですね。さあここは決めたい。6に抜きました。さあ首の皮1枚つながってる状態、坂口選手、うん、いいところから、そしてうわーここも決まらない。17、いきなりいきますね。決まった。32ダーツ佐久間選手、残に進出。